風強いですね。で今日はね、あの国道313号線マニアですね、ここからまっすぐ行ったら蒜山とか湯原温泉に行く道なんですけど、そこにあの前からね気になってた喫茶店があります。軽食喫茶マイルドさんです。ちょっと今日はこちら行ってみます。
よいしょ。おっとっとっと、いや、めちゃめちゃ美味しかった。なんかね、休憩スポット的な感じで、まあ、ゆっくりしてってくださいみたいな、感じでございました。で、まあ、ランチね600円だったんですけど、なんか洋食がっつり来るんかなと思ったんですけど、なんか程よい、まあ、ちょっとしたね運転の休憩、まあ、懐かしのね定食でしたね。なんかまさかここでいただけるとは思わなかったみたいな、なんかお袋の味プラスアルファミックスサンド注文しましたけど、注文してもうなんか一からね卵をエッグして、でなんか新鮮なトマトとか入れて、なんか全体的にバランスがいいなって思いました。がっつりね食べたい人、焼肉定食あります。あとハンバーグね、まあ、そっち選んでもいいかなと思います。というわけで今日は本当にありがとうございました。興味ある方ぜひ行ってみてください。おすすめです。